今日はようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。どうか最後まで楽しんでいってください。
皆様、あれですか、シェルターに久々に来たっていう方いらっしゃいますか？あら、結構いらっしゃるじゃないの、これ。なんか、ありがとうございます。本当にありがとうございます。本当にもうね。あれですよね、今日ちょっと一応そう、93年に出したアルバム CD を、レコードで先般出したので、それを記念っていう形で今日ライブなんですけど、もうちょっとこうその番がもうちょっとおかげさまで売り切ってしまいましたので、ちょっと特に今日持ってきてな、まあ、ないんですけれども、まあお持ちの方はいらっしゃるでしょうし、 CD 持っていただいたらそれあれです。いや、今日ちょっと今日初めて聞いたけど、まあいいんじゃないのなのなのなと思った方はまたちょっと聞いていただいてお越しいただければお願いします。はい、です。あ、ね、僕が尊敬するバンドの一つモールスはですね、素敵な CD とこの間の集めで最高のセックステープあるので、ちょっと見ていってください。お願いします。Thank you.
ちょっとそうそうそう、みんなもちょっと深刻しよう、ね、発売記念ありがとうございます皆さん。発売記念ありがとうございます、ね、すごい手際の悪さで T シャツすらないっていう申し訳ないんですけど、今作り中過去にですね、その場で谷口健さんが今日のセットリストを背中に書いたりとかする即売をして あったんですけど、ちょっと今日は曲数が多そうなんでそれもないかなと思ってます。最後までゆっくり楽しんでください。Save the dying, even if
our dreams are meant to be. Just conserve and always make a change. I'm
りあれだったんですよね。英語で歌うっていうのはすごくね、あの当時はやっぱり恥ずかしいというよりかはこう自分が英語でかっこいいと思ってやってるのに、自分はネイティブじゃないので、やっぱりこう自分の拙い受験英語でシコ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 作った歌詞だったから、まあ、全然伝わらないのも分かってもいいけども、こう今今日ね今日やってみて直そうとも思わないし、伝わるものも分からないし、あのその自分のあの英語だとしてもね、あの時 やってよかった、伝わってるか伝わってないかとか、あのね当時ねなんかね全国からねお手紙もねいただいたのよ。ここのホールドミータイトのあれはどうかと思いますとかね、外国の人からはでもね、アメリカにもちょっとツアーにも行ったりしたんですけど、デトロイトニューヨークとか、でもねそんな全然伝わってないかもしれないし、こうでもそれを臆せず今は歌えるっていうのがね本当に嬉しいことです。ありがとうございます。後々僕は日本語でも自信を持ってこう、作るようになったし、まあ、当時一緒にねシーンにいてみんな仲間にも本当に感謝してるんですよね。本当にね、ありがとうございます。この方ね、すげえ痩せたんですよ。なんだか知らないけど、ずーっとね、あっつって、いちいちそれを報告しなくていい、本当に。すごい体力作りしてんの。びっくりして。今までこういった MC の時に、PA の方に体力を戻してください。音をね、戻すんじゃなくて体力を戻してくださいって言ってたんですけど、もうそれ言わないです。もうなんか体力があり余って、もう早く次の時に。おぉつって、もう頼もしい頼もしいいや、あ、言わなきゃよかった。長丁場なんです、今日は。We'll be right back.
ですよ。みんなでね、結構ね、私たちのあのライフスタイルの中ではですね、珍しいんですよ。今年はね、結構ライブやんので、来月は29日の29日はね、下北3ですよ。3で昼間です。そう、大昼間、日曜日昼間から。昼間ってね、ライブ皆さん行ったことあります？もう結構中学生の時行ったんですよ、あの消毒ギグとか屋根裏の昼なんですよ。昼やばいっすね。やばかった。昼から消毒はやばいっすね。昼でまだ明るいのに渋谷の野郎の階段下はみんな病人とろうじゃん。もうワクワクですよ、もう俺。ヘルシーなのかすげえ不健康なのかわかんねえみたいな。ということで、あの3昼やりますのでお越しくださいませ。9月もね、ビヨンズで酒が飲めるということで、10月も何かしら入ってましたね。10月ない、10月は何でもないけど酒が飲めるということで、11月、あと11月3日だ。そう、シェルターやります。それは夜だよ。それが明けちゃんのバンドが出るやつ。そう、明夫君がもう一個やってるバンドはダブルヘッダーでやりますね。敵ずっと喋ってるの、指がもう限界だからだよね。いやいや、そんなことないですよ。で、12月の7が7でしたね。あそこです、浮間船と、昼からやります。多分ビヨンズが早い出番です。僕その後千葉でライブあるんで、ビヨンズ早い出番になると思いますんで。ずっと喋ってるね、なんかね。いや、そんなことないですよ。あと指を休めて。12月もあれですね、まだこう、また後で話しましょうか。そうですよね。
Don't hold me, stop. 君も笑顔とか言い
調がとってもいいね。空調がいいからね、息継ぎができるんですよ、ここ。本当に俺マジでぶっ倒れたのかと思った。過呼吸で、過呼吸で止めるべきかなと思った。よかった、すいません、もう若くないんだから。そうなん前ね、それでね、あの生えちゃったことあるんですよ、こっちのとこ全部。あのファールってバンドやってたんですけど、全部吐いた俺が。そしたらね、あれ、あの大阪の梅田のあのファンダンゴ、この人はすごい、かかってるのに叩くのをやめないんですよ。で、でっかい声、消えたねふざけんな。本当にこのね、こうプロのね、精神性を見ました。その時ありがとう。ザ・スミスのディス・チャーミング・マンのドラスリアに花びらがこうね置いてあって、それをこう叩いてる、あれみたいな感じ。花びらがゲロに変わっただけで、ね、何も変わらない。あと匂いもあったね。匂いまで反射されて。フラグランス。フラグランス。最後だった。今日はありがとうございます。いや、まだあのね、少しやらさせていただきますけど。あげおくんね、すげえ多くて、今日自分の CD 持ってきてないんですよ。今日ソーピーとも持ってきてないですか？ソーピーとも持ってきてないですか？誰もなんも売り切れない。売る気ねえな。皆さん、あの店頭でお買い求めください。酒井君の僕大好きな歌詞も詩集もあってですね、僕はその前にサインをしていただいたんですけど、本当に言葉の表現僕大好きで、今日もね、あのライブをね、改めて開拓いただきまして本当にありがとうございました。モールスの皆さん、ぜひ皆さんまたね、もう僕ら一緒にやりたいと思うんで、その時またよろしくお願いします。今新曲でレコーディングもされてると思うんで、僕超楽しみなんですけど、今日も本当にグッとくるライブ全曲でした。僕本当に素晴らしい最高の夜でした。僕らもまたね、頑張るんでよろしくお願いします。
Beep!
今日は本当にありがとうございました。